はい、それでは本日もこちらをやっていきましょう。稲妻イレブン、冬香が前回記憶を取り戻して二人の馴れ初めを見たところまで続けました。じいちゃんの最後のノータだって、ウーペ、それってどんなやつだったんだ。じいちゃんの最後のノート、それってどんなことが書かれているんだろう。第8章、燃えるフィールド、蘇る白い流星。稲妻イレブンはどのゲームも10章で構成されています。あれだ、足が責任を持って日本からノートを持ち帰るからな。次のイタリア戦頑張るんだぞ。はい、フルカプさん、よろしくお願いします。さあ、まもなく始まります。イタリア代表オルフェウス VS イギリス代表ナイツオブクイーン。すでに後がないナイツオブクイーン、ここで敗れれば予選リーグ敗退が決まってしまいます。一方のオルフェウスは監督が変わってから初めての試合、その采配が期待されます。そっか、イタリアの監督は影山になったんだった。卑怯な手を使わないといいけど。どちらにせよ俺たちは次イタリアと試合するんだ。勝たなければ決勝大会にはいけない。あいつらのサッカーを一度この目で見ておいてもいいかもしれないな。そうだな、試合会場は海蛇スタジアムか。よし、行ってみよう。やはり世界大会のスタジオもでっかいの。観光客はもういっぱいなんだ。悪いけどここで歓声でも聞きながら楽しんでおくれよ。観光客じゃねえつの。メッサー君、俺たちはあんたを監督と認めちゃいね。今日の試合何の指示も必要ねえ。黙ってベンチに座っていればいい。これがチーム全員の意見だ。そうだな、フィデオ。いいだろう、好きにするがいい。いいでは、さっきの態度は何だ。お前だってあいつがやってきた悪さのことを聞いたろ。うまく言えないけど、あの人はそれだけじゃないと思うんだ。おい、しっかりしろ。キャプテンがいない前チーム引っ張るのはお前なんだぞ。わかってるよ。この勝負は互角ってところですかね。さあ騎士たちよ、今こそ力を解き放て。無敵の槍、なんだこの本映像は。イタリアが押されているようだ。イギリスは俺たちと試合をした時より強くなっている。特訓を重ねて強くなっていたのは俺たちだけじゃないってことだね。さあ、ここで前半は終了してハーフタイムです。ここまでは同点ですが、どうやら流れはナイツオブクイーンにあるようですね。
そあいつらを攻略する方法と何か思いつかねえのかよ。何がおかしい。君たちとの約束を破って話をさせてもらっていいかな。あんた黙って。聞くだけ聞いてみよう。いいでよ。ではまず選手交代はディフェンダーを二人にする。だってんなことやれるわけねえだろ。無敵の槍はシュートを打つ瞬間周りのディフェンスが崩れる。そこを狙うための作戦だ。それから攻めるときはドリブルではなくパスを使え。横ではなく高低差を使ったパスだ。本当に大丈夫なのかよ。その程度でこの人の意見を聞かねえなんていうような信念でやっていたのか。おい、なんかイタリアのチームさっきまででも一度当てねえか。イタリアフォーメーション変えてきたのか。まるで別のチームのようだ。ゴール、イタリア逆転。ここで試合終了。イタリア代表オルフェンスの勝利だ。やったぜ。この試合勝てたのはミスター K の采配があったからだ。あの人が言ったとな、言った通りのサッカーをしたとな、試合を優位に進めることができた。ミスター K、 あなたにとってサッカーとは何ですか。やっぱりあの人はサッカーを知ってる。勝つということを知っている。あなたは一体。この試合イタリア代表の力を引き出しイギリスを破る作戦を授けたのは間違いなく影山だ。あいつの指導者としての力は衰えるどころかより強大になっているのだ。うん、あれ、あそこにいるのってオニガーナさんですかね。なんだかキョロキョロしてどうしたんでしょうね。エド君、声をかけてみませんか。技の力が10以上差がある場合にはちょっと普通のシュートでいってみましょう。なんだお前たち。てっきり影山の手下かと思った。鬼ヶ原さん、もしかして影山について調べているんですか。ああ、奴についてちょっととんでもない噂を耳にしちまってな。影山は操られているかもしれないんだ。もっと強大な力に。おい、影山が操られてる。それと関係あるかは分からんが、奴は最近イタリアの銀行に金を送り続けているような。その受け取り人は、ああ、それ以上は分かっていない。 R、 もしかして影山を操ってるのはそいつなんでしょうか。なんとも。もっと詳しいことが分かったらお前たちにも教える。じゃあな。ああ、もうそんな時間か。今からグループ B の決勝トーナメント進出チームが決まる試合だから、それも見ておきたかったな。俺たちはグループ A だな。グループ B にはブラジル代表などがいるんだったな。ま、結果はいずれ分かるさ。行こう。
一方その頃グループ B の試合会場では、さあ FFI 大会世界大会グループ B、 この試合で決勝トーナメント進出チームが決定します。まずはフランス代表ローズグリフォン、対するはチームオーガー。チームオーガー、そんな、まさか FFI にまで手を出してくるなんて、歴史がねじ曲げられてるんだ、こうしちゃいられないぞ。その格好で試合をするつもりか。問題ない。チームオーガ、戦闘開始だ。お前たち、何者だ。俺たちは鬼だ。すべてを鬼だ。鬼、何を言っていると。オペレーションオーガフェーズ1スタート。一方ジャパンエリアに戻った遠藤たちは、ひじちゃん、俺、遠藤カノン、未来からやってきたんだ。なんすかこいつ、今、空から現れたっすよ。あれって確か3の他のバージョンでは確かなかったはず。君誰？だから、遠藤カノンだって。遠藤守のひ孫。ひ孫？いきなりそんなこと言われても何がなんだか。そうだ、こんなことしてる場合じゃなかったんだ。お願いひじいちゃん、すぐにクジャクスタジアムへ来て。待ってるよ。消えた。今のやつ、キャプテンのひ孫って言ってたっすけど、なんかずいぶん焦ってたっすね。とにかく俺たちもクジャクスタジアムへ行ってみよう。キャプテン、俺たちだって日本代表諦めてませんよ。勝負です。音が違うなと思ったら、やっぱこういうバトルもあるわけか。ジンがキーパーやってる。ただレベルがあまりにも違いすぎる。よっしゃ、クジャクはどこだっけ、イタリアだっけ、いやこっちだ。遅かったか。これはサッカーではない、戦闘だ。楽なものだな、これが80年前のサッカーか。しかし周りクローザー、わざわざ FFI に参加しなくても直接遠藤を倒しゃいいのには。それが命令だからだ。
まずはウォーミングアップも兼ね決勝トーナメント進出を決める。あとは遠藤守に世界の大舞台で完全な敗北を味わわせるのに。稲妻ジャパンは決勝トーナメントまで勝ち上がってこられますかね。くだらんジョークだ。80年後の未来から来た俺たちが何を言う。フェイス1コンプリート。チームオーが帰還する。36-0でローズグリフォンの負け。こんな試合ありえないよ。あいつらは王がひいじいちゃんの時代の80年後の未来から来た兵士たちさ。ひいじいちゃんとからサッカーを奪い、サッカーのない未来歴史を変えるつもりなんだ。俺稲妻イレブン GO2 で全く同じようなのされてます。ちょっと待て、さっきから未来とかひいじいちゃんとか言ってるけど、そんなん信じられっかよ。まあそれもそうだ。待ってて、証拠見せるから。ほらこれが証拠。大輔のスクワット特訓の音。じいちゃんの喉。うわー、本物だ。俺の書いたメモまである。俺もこの本読んでサッカーの特訓してるんだよ。俺の字読めるの。もちろん遠藤の名を継ぐものなら当然でしょ。信じるか。どうやら信じてみる価値はありそうだ。俺も信じよう。俺サッカーが大好きなんだ。俺たちの世界からサッカーが消えるなんて嫌だ。守るひいじいちゃん、俺たちの今をオーガー倒そう。なあ、分かった。やった、さすがひいじいちゃん。ヒラード博士の調査では大賀稲妻町のウライマアジトにしてるんだって。この先にウライマ行ってるから、ひいじいちゃんも準備をしてきて。それじゃ。いきなりあれ、日本へ戻れというめちゃくちゃなことを言ってきます。さすがにこっちじゃダメか。ああいうことどの引きの飛行機はもうどの身も満席らしいぜ。FMI の盛り上がり感じるよな。でもそれを自由自在に行けるこいつらもすげえちゃすげえんだけど。どうやって入るんだよ。フェリーのチケット。フェリーのチケットがあっても飛行機のチケットがねえかと入れん、出らんねえんだよ。どうやって行くんだ。あ、ちゃんとここに日本があった。何を感じ出したんだ自分。飛び膝蹴り、ちゃちゃ。見つけたぞ、オガ。遠藤守る、なぜここに。サッカーのない世界を作るなんて、そんなことはさせない。勝負だ。なるほど、遠藤守る、お姉たちのことを知ってるようだな。この時代の生命ではないと思っていたが、誰の差し金だ。
オーガが聞こえるか。作戦変更だ。 FFI 決勝トーナメントで遠藤守を倒すのは小さい。今ここでフェーズ2に移行する。了解。遠藤守、俺の名はバダックスリード、オペレーションオーガの実行部隊のリーダーだ。軍の命令によりサッカーなき世界のため危険思想を我らの時代より一掃する。お前たちは俺たちとの戦闘で完全な敗北をし、サッカーを否定するしかなくなる。戦闘？サッカーのことを言ってるのか。サッカーのない世界なんてつまらんぞ。サッカーの楽しさを教えてやれ。過去のサリブ。オーガよ、戦闘準備3回せよ。オペレーションオーガフェーズ2スタート。これ完全にイベント負け試合とは思うけど、簡単すぎるな。次だな。やっぱりな、完全にこりゃ負け試合だ。
ガッガッ。ちゃんと審判にいた。これが止められるようならもう完全にこいつは負け試合。ああ、やっぱダメだな。技がなければ勝てるか。こいつは強いね。遠藤守、サッカーを捨てろ。見ろ、サッカーがお前の言葉と情熱がチーム全体を傷つけている。サッカーこそが人間を弱体化させる全ての元凶なのだ。サッカーを捨てろ、遠藤守。聞いちゃダメだ、ヒジさん。今日のと学ぶ。他の奴らでごちゃごちゃ言いやがって。遠藤、早く決着つけようぜ。技すらも発動させてもらえない。デビルボール。71。いくぞ、ワイマンクラッシュ。どうせブロックされるんだろ。なんで決まんねんだ。
そう簡単に点はやらん。クレンダーでにしか使わせてもらえませんでした。シザーズボン。ミッションコンプリート。くそ、俺にもっと力があれば。うわい。完全に勝たなきゃなんないんだ。ってことはちょっとまたレベル上げが必要だってことになりますね。ちょっとここまでにしてしばらくまたレベル上げのやり込みをやっていこうと思います、そういや裏山だっけ？トウコたちがいたのって。今もおるかな。負け試合かと思ったけれども違ったな。型にはならんつうやつだとは。練習試合はこっちか。
しかしここまで結構いいレベル上げをしてたと思うけれども、じゃとりあえずこういったルートをしばらくやってレベル上げをしていきたいと思います。とそれでは失礼します。